皆さんこんばんは。東海出身マジックプリンスの大塩ゆかりと、どうも平野大進でーす。ということで始まりましたメディアス FM 褒めラジプラス。愛知県東海市にあるコミュニティ FM ラジオ局メディアス FM で毎週日曜日の午後7時から放送している大塩ゆかりのホームレディを略して褒めラジの YouTube 連動企画として上がっている動画でございます。今回はラジオももちろんですけども、動画も平野大進登場。どうも、平野大進が登場しましたよ。皆さん、平野大進が登場しましたよ。もう知らない人いないんじゃないでしょうか。いないかもしれないですね。あの、僕たちね、マジックプリンスっていうグループやってて、ね、永田薫っていうもう一人メンバーいるんですけど、3人の中で銀幕デビュー知らない人いないな。映画ハンダのやつ、もうね、はしゃぎ倒しておりますね、平野がこんだけ言っちゃうと、もうね、しましたぐんとハードルが上がるから、ね、そのどんだけ嬉しかったんでしょうね、平野くんもね。でも本当に素晴らしい。最近もう役者の活動もね、忙しい。新しい舞台も決まってますから。そんなリーダー来てくれました、ありがとうございます。はい、まあ、そんな中で放送の中で喋っていると、まあ、やっぱり紹介しきれないメッセージ出てきますんで、うん、ここで紹介したいなと思います。おこぼれお便り。そのお便り、すくい上げますよ。あ、いいじゃないですか。ありがとうございます。これから使ってってください。んと思ったけど、最初あ、いいじゃないですか。いいでしょ、使ってってください。これあげます、差し上げますね。一生使わないと思います。嘘です、機会があったら。まず1つ目、陽子さん。光くん、大進くん、こんばんは。こんばんは。私の年末の恒例行事になりかけているのは、ズバリ髪を染めるですかね。新しい髪色で新年を迎えたいというので、ここ数年はやっておりますと。今年はちょっと違う色にしてみようかなと思います。へえ、じゃあ毎年じゃあ色を変えてらっしゃるんだ、陽子さんは。いや、ほんとすごいな。まあ、そうやって新規行ってみたいなね。そうかそうか。でも結構髪の毛ね、染めると、うん、だいぶ変わるしね、印象とかもね。髪ってやっぱ気分とかも大きく変えるよね。うん、まあ、それで言うとね、最近まあこういう話ではないですけども、髪染めるということで、あの、最近まあちょっとあれか、言えないか、あんまり言えないけど、イニシャルってちょっと、あ、いいですよ。イニシャルで A、B、E さんから、もう言ってるやん。もうほぼ言ってるで、それイニシャルとかいうよりも名字をしっかり申し上げて、あの、安倍さん、安倍さんですね、元メンバーの安倍さんから、うん、あの、まあ、最近会う機会がありまして、ね、連絡がありまして、結構染めれるようになったと。そうそう言ってたね、髪を。そうで、俺は安倍が美容師になるって言ってここを抜けてから、染めれるようになったら俺は人生で初めて染めますと、うん、このマジプリの仕事染めますと、安倍ちゃんに染めてもらうって言ってな。そう、うん、したらもうその日も近いかもしれない。来るぞ。で、俺も気づいたら ね来年ないし、再来年なんか緑色になってきました。1月1日緑色。安倍色強い。出過ぎだから、あっちももう緑だ。本当にそれぐらい。でも髪を染めるっていうことに関しては、ちょっと俺も興味が湧いてきてるところであります。確かにね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、黄色い金魚のクレオさんからいただきました。ありがとうございます。スタッフの皆さん、ヒカル君、そして大臣君、毎週楽しいひとときありがとうございます。ありがとう。私の年末は毎年結婚記念日とお誕生日で、あ、重なってんだ、夫婦で旅に、あ、旅行に行きます。だいぶ今、旅だとちょっとだいぶね、イメージが違うから、旅行と旅だとだいぶイメージ違うから。多分今俺の旅でみんな多分バックパックを想像してる。そう、バックパック。違う違う違う、ちゃんと綺麗な服で ね、旅行にね、はい、行きますと。ひかりくん、もし年末年始お休みが連休取れたら、どんな旅行行きたいですかという。なんかすごい、じゃあ長期休暇が年末年始取れました、うん、どこ行きたい。俺はね、北海道。そう、めちゃくちゃわかるかも。北海道行きたくない？なんか、もちろん兵庫県、和歌山県、石川県と俺結構ね、行きたいとこあるんだけど、うん、北海道ほど離れてる時はやっぱり長期休暇で行きたい。そうだよね、日帰りとかじゃなくて。そう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 。なんか最悪さ、さっきから言ったのは1泊2日とかさ、最悪日帰りでも行こうと思えば行けるけど、うん、北海道行けないことはないけど、やっぱ北海道ってやっぱ飛行機乗ってさ、そうよ、ね、ちょっと長期休暇でなんか3、4泊はしてじゃん、うん、しかも、なんせでかい。そうそう、多分一つの県に遊びに行こうで遊び尽くせるっていう考えで行くと、多分もう半分ぐらいしか行けてないとか、絶対無理だよ。絶対あると思うと、やっぱ1日2日はもうそこにいたい。そうで、2泊3日3泊4泊ぐらい。で、北海道には氷のホテルがあるね。何それ。だから氷でできたホテル、椅子とか全部やばない。で、氷のなんかバーカウンターみたいなのもついてて、おしゃれ。そうで、これ氷の上に布団が敷いてあるね。どれくそ冷てんじゃねえかと思うんだけど、
でもなんかやっぱそこってやっぱ寒い土地ならではのねやり方というか、そうやり方だから溶けることもないんだろうね氷が。そうだからあそこまで行ってみたいんだよな。だから僕らが行きたい場所は北海道。うん、行きましょう行きましょう。行きたいね。カニとか食べましょう。カニ食べよう。はい、ということでいつも皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。以上おこぼれお便りのコーナーでした。続いて大島ひかるの褒められたい。さあこのコーナーは僕たちがいろいろ頑張っていくので皆さん褒めてくださいよっていうことでいつもあのこの企画やっております。即興創作版出ました。まあ、皆さんからいただいた食材のワードであの僕たちがそれを引いてあの絵に描いていくというコーナーなんですけども、やっぱり年末の話すると、うん、おせちの話だったりとか高級料理の話になるんで、はいはい、来るワードがすごいいい。あら、じゃあいいパンが生まれそうですね。正直今までのパンを忘れるぐらいここで決めたい。あら、ちょっと待って、腕が鳴るな。これはもう1個の単価がめちゃくちゃ高いパン。いいじゃん、腕が鳴るな。指鳴ってんだよそれ。さすが宴会じゃないんだからさあ、いやいや、でも今までのも大切にしつつ、まあ、今日ね、一番成功しやすい。そうだよね、はい、一番作りやすいかもしれないね。3枚引いてくださいよ。じゃあ1つ目いきます。頼むよ。1つ目、どん。ちりめんじゃこ。全然いい、全然いい。たまにあるよね。あ、あるある。これ使われたパンとか、ね、しらすとか多いかな。そうそう。続いてしいたけ。和で来てるよ、和で。和で来てる、いいね、これは全然合うよ。ここ、ここメインどころちょうだい。大根。渋い。おでんですか。ご飯と食った方がうめんだもん、こんなん全部。そりゃうまいよ、ご飯で食べたら。いやでもこれと味噌でいいのよ、もうご飯。ご飯に合うやつはパンにも合いますから。ほんと？合う合う。じゃあ考えましょうか。じゃあこの3つ、ちりめんじゃこ、しいたけ、大根を使って、3分間でパン作っていきたいと思います。それでは、用意、スタート。どうしよう、ちょっと和風だな、だいぶ。なるほどね、ちょっと待ってくれ。あ、もうやべ、インスピレーションが湧いてきた。めちゃくちゃ湧いてきた。天才のタイプだ。湧いてまいりました、皆さん、私。映えちゃうかもしれない。これ1分、これ1分にして、くちゃくちゃ分かりづらい。これ30分。いる？いけるよ、これはもう。 OKOK、 俺もいきます。完成、しました。さあ、ということで、ちりめんじゃこ、大根、しいたけの3つを使って完成させたパン、紹介していきたいと思いますが、リーダーからいこうかな。じゃあ僕のからいきましょう。僕のはこちら、ダン。しいたけ盛りの大根豚、ちりめんじゃこを添えて。こんな感じ、めちゃくちゃ可愛くない？このコーナー大喜利じゃないの。ここがね、大根になってて迷わず説明してるよ。これがね、ちりめんじゃこ、これしいたけです。見た目が豚になってるってこと？そう、見た目がね、豚ちゃんになってるの。ちょっと可愛さもあってね。そう、で、周りがパンだね、この。あ、いいじゃん。めちゃくちゃ美味しそうじゃない？まあ、味はね、絶対合うからうまい。そうそう。豚にしたっていうのがポイントかもね。やっぱりその映えもね、やっぱ意識していかないといけない世の中。なるほどなるほど、確かに確かに。そう、やっぱりみんな、インスタをね、見てやっぱ お店に訪れる方が多いので、やっぱそこを狙って、今回はちょっと。インスタ狙ってんだ。はい、はい、チャーミーで行かせていただきました。まあだいぶこれインフルエンサーだよ。ありがとうございます。僕ちょっとね、真剣にやりすぎた。みぞれあん揚げパンです。あ、なんかうまそうやな。でもまあみぞれあんってなんかなんとなくわかるじゃん。豚のひき肉とさ、あの大根とこう優しい系の、はい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 、まあ、そのあんをあの練り込んじゃんね、包んで揚げるんですけど、はいはい、生地に七味練り込んだりとかはぁーして、ちょっと和風感強めで。なるほどね。でもうまそうやな。で、そのみぞれあんの中にじゃこも入れて、うんうんうん、ちょっとオリジナルみぞれあんを揚げパンにしました。はい、おいしそうやな。揚げパンってところがまたいいな。こう割ととろっとして、まあなんかちょっとまあ、餃子ないし、そういう系のイメージ。はい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 、肉汁あふれる系の、はいはいはい、肉汁の代わりにこう大根のみぞれがあふれるみたいな、ちょっといいんじゃないかな。いいんじゃないこれ、うん、ちょっとでも両方とも実現可能だよ、これに関しては。まあ可能の中の幅がすごいですね。可能ですから。いけそうの可能と、もういけなさそうの可能やから、これ。
なりますけど、まあもちろんこれも生まれる可能性ありますね。ありえますね、全然。ということで今回はこの2つになりました。どのパンが実際に焼かれるのかお楽しみに。以上、欧州ゆかりの褒められたいでした。はい、ということで、はい、メディアスFM褒められたいプラス、そろそろエンディングのお時間となりましたが、今回はまあ放送にももちろん出ていただいたので、はい、あの皆さんも合わせて楽しんでもらえてると思いますが、またあの再放送もそうだね、ありますしね、うん、またこの動画何回もでも見てほしいなと思いますので改めてよろしくお願いします。お願いします。このラジオ褒めラジオはですね、皆さんからのお便りメールをお待ちしております。次回のホームトピックスのテーマは地元クリスマスでございます。それ以外のことでもどしどしメッセージお寄せください。メールはメディアス FM のホームページのメッセージをクリックしてお送りください。またメディアス FM の専用アプリからもメッセージをお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしくお願いします。そしてツイッターからもメッセージを募集しております。ハッシュタグ地元クリスマス褒めラジでツイートしてください。この動画の感想もハッシュタグメディアス FM でツイートしてください。1個ねちょっと用意しております、うん、はい。千尋さんからいただきました。お、ありがとうございます。褒めラジプラスでつけてつぶやいてくれております、うん。前回ですね、僕あの闇鍋パンというものを開発しまして、ほう、でそれはあの緊急事態で使うという、もうどうしようもならないこの3つじゃん、はいはいはい、闇鍋にしちゃおうっていう応急処置班を作りまして、闇鍋はね、何が入っててもいいから、闇鍋は。それがまあネーミングも良くて素晴らしい救世主が現れましたねということで、闇鍋だから食べる時も部屋を暗くせなあかんねーという。ああそうか、闇鍋って暗くしなきゃいけないんだっけ。そう、本当は闇鍋っていうのは暗くした状態でみんなが具材を入れて、誰が何入れたか分かんない状態で明かりつけて食べるっていうのが闇鍋。なるほどね、めっちゃ面白そうやな。これをまあ実際にこれでやっちゃうっていう。はあ、はい。ということで、まあ、いろんな闇鍋のシリーズ生まれますから僕も。新たけぶりと変わんないです。やってこう、同じシリーズのね、なので皆さんもどしどしあのもうメッセージももちろんですけど、うん、ハッシュタグでもねつぶやいていただきたいなと思います。チャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。お願いします。ということでメディア製品も褒め出しプラス東海出身マジックプリンスの大塩ゆかりと、今日の相方は平野大進でした。それでは最後にじゃんけんでお別れしたいと思います。じゃあ何出しましょうか。じゃあ、あー OK です。これでいきます。大塩はグー、じゃんけんポン、じゃれっ。